これで先発菅野は開幕投手からの13連勝、日本新記録を達成しました。ジャイアンツ先発は菅野、その立ち上がりでした。外、今日先発菅野は7回まで投げました。この7回宮崎を空振り三振、そして戸柱に対しては1点を追いかけるベイスターズは上里、ライトへの犠牲フライ。菅野に対して4回ランナーを1人置いてロペス、第5号のツーランホームラン、1点差に詰め寄ります。